はい、心理カウンセラーの南優太です。今回は子供や夫に当たってしまうというね、怒りをコントロールできずに悩んでいる主に女性の方、お母さん方ですね、向けた動画になっています。うちのところはですね、7割以上の方がやっぱり女性のクライエントさんなんですよね。やっぱりまあカウンセリングにではセラピーに来やすい方っていうのは女性が多いと言われていて、まあ本当にうちでもその通りの比率になっているんですけれども、その中でやっぱりすごく多いのが怒りをね、コントロールできない。まあ怒鳴ってしまうとか、まあついきついことを言ってしまうとか、叩いてしまうとかね、物に当たってしまうとか、それからまあ子供に対してだけじゃなくて、パートナーさんですね、まあ旦那さんにもきつく当たってしまう、怒りをこうぶちまけてしまう。それでそういう自分が嫌になったりとか、でもどうしていいかわかんなかったりとか、多いのが、いろんな講座を受けたりとかね、セラピーを受けたりする中で、言ったらその人に期待しすぎてるから、怒りが湧くんだよとかね、あなたが依存してるからそんな風になっちゃうんだよとかね、怒るくらいなら子供と一緒に何かするとか、気を紛らわすとか、怒りそうなことはもう控えるとか、別のことしてなさいとかね、なんかありとあらゆるこの対処療法的だというか、まあ、解決策を言われてもピンとこない、という方が多いんですよね。で、そういう方々の話聞いていると、もう僕がこう話を聞いてる段階で、多分この方は、今までいろんな方から、いろんな周りの人たちとか、YouTube とか心理学の本とかね、そういうところから、お母さんの感情コントロールができないのがダメって言われてきてる。もしくは、言われてるように感じてるんだなとかね。で、もう一つ多いのは、こう、頭でいろいろそうやって言われても、頭ではもう分かってるんですよね、と。分かってても、感情が、どうしてもバーって出てしまうんですよね、と。で、それで自分でもしっかりしなきゃとか、ちゃんとした感情コントロールをやらなきゃとかね、頑張ってきたんだけども、もううまくいかないっていうね、そういう方がやっぱ多いのかなって感じがするんですよね。で、そういった方々には実は共通点があって、お話を聞いていくと、怒りの感情を子供の頃から、抑え込んで育っていることが多いですね。でも実際にまあその子供さんに怒りが止められなかったりとか、まあ旦那さんにひどいこと言っちゃったりとかするわけじゃないですか。そうするとそういう自分をこう何回も良くしようと思って動いてきたけど、まあコントロールができない。で、そういう自分を責める。で、その中で、自分には感情をコントロールする能力がないとか、もしくはその自分がわがままだったりとか、まあ、自己中心的だったりとか、子供っぽいとかね。なんかそういうレッテルをもう知らず知らずというかもうがんじがらめになって悩みにがんじがらめになって出られない中でそういうレッテルを自分に貼っちゃう。しかなくなっちゃってるという。それでますます自信を失ってるみたいなね。で、誰にも助けを求められなかったりとかする中で、まあ誰かに相談したとしても気持ち次第だよみたいなことを、こう頭でも分かってることを言われて、誰に言ってもいいかもわからないみたいなね。まあそういう風になってる人が多いんですけれども、まず、その怒りの感情を子供の頃から、例えばお姉ちゃんだからとかね、女の子はそんな風に汚い言葉遣いしちゃダメですとか言われてたとか、もしくは、まあなんか、例えばよくあるのは、お父さんとかがね、すごいナルシスト等な感じの人とか、すごい厳しい感じの人で、偉そうに言うな、口を利くな、とかね。まあそういう形で力で押さえつけられてきた人も多いですね。要はそのしつけ、優しい子になりなさいよというしつけであれ、もう力で押さえつけるようなタイプの子育てであれ、その子供が自分の怒りの感情を出すことをもう恥じるようになったりとか、不安があるようになったりとか、悪い頃だって考えるようになったりする。っていうのは、怒りの根っこに、助けてほしいとか、手伝ってほしいとか、力貸してみたいなね、私の声も聞いてよっていう、その自然な子供らしい欲求があるのに、それが満たされてないから怒りが湧いてるだけなのに、子供の時に、それはダメな頃なんだ。君がわがままなんだ。あんたが手かかる子やからあかんねんとか、何かそういうね、ネガティブな体験と、その怒りがセットになってるんですよね。で、そうすると、どうしても子供の中で、あ怒っちゃダメなんだ、みたいな。で、怒りっていうのはコントロールすべきもので、とか、私は人に求めすぎるからダメなんだ、とかね。本当はそんなことないのに、怒りの感情とその下にある欲求さえも抑え込まないといけないもの、コントロールしないといけないもの、みたいな意味付けになっちゃってることが
すごく多いんですよね。そうすると心のメカニズム的にどうなるかっていうと、そのいいお母さんになろうとする方がすごく多いわけです。きちんとしてて、まあ、ちゃんとしてて、まあ、早くいろいろ片付けテキパキできてとかね、子供に対しては優しくイライラせずにとかね、いつも笑顔でニコニコしててとか、明るくてポジティブでネガティブなことは考えないでみたいな、ね、いつも頑張れて、そういういい自分というか、いいお母さん、まあ理想の自分ですね、として持っている一方で、ダメな自分っていうのがいるわけですね。現実のダメな自分、できない自分、怒ってしまう、イライラしてしまう自分とかね。でそういうこう、自分というものが、こう二層構造みたいな、二重構造みたいになるんですね。で、こっちの私は普段抑圧されてるんですよね。でしかも抑圧していることにほとんどの方が気づいていないっていうことが起きるんですよね。でそうすると、どうなるかっていうと、自然に日常生活の中で無理が生まれるわけですけど、その中で自然に湧いた自分の欲求と怒りの感情をもう一人の私がいろんな理屈、正論で抑え込むということが起きるんですよね。で、この正論っていうのが、これを見てくださってるあなたの周りにいる、例えばご友人とか、今まで受けたことのあるカウンセリングのカウンセラーさんとか、あなたのパートナーさん、旦那さんから言われてきたような正論と、もうほぼ同じようなことを実は自分で先に言ってることが多いですよね。例えば、それぐらいはみんな我慢してるから、今だけだよとか、それぐらいで愚痴言うのはちょっと違うんじゃないのとかね。君は他人に求めすぎてるんだよとか、そういう例えば根性論というか正論というかを周りからこう言われて分かってもらえてないって思ってるんですっていうご相談で来られる方々の多くが、実はよくよく心の中見ていくと無意識ですよ、実は普段から自分が自分にすごくそのマイルールを課してることが多いですよね。そうすると、ちょうど心の中では、感情の自分と正論の自分が戦う構図になっていることが多くて、さあ、で、こういう風になるとですね、人間って面白いもので、まあ、面白いというかですね、もう無理に、そういう心の中でこう、感情をねじ込もうとすると、投影というものが起きやすくなってくるんですね。っていうのは、自分の普段、自分に対して言ってる正論を、感情に対してこう抑圧するように使っているわけですけども、これがすごく心の中で辛いので、だってどっちの自分もいるわけですからね。せめぎ合いが常に起きると。そしたらですね、このこっちの私を他人に投影するということが起きてくるんですよね。例えば、あなたがじゃあお母さんで、まあ子育てをしていて、子育てってまあいるね、うちもちっちゃい子いますけど、いっぱいいろんな大変なことがあるじゃないですか。で、その中で、まあ思い通りにいかなくって、ストレスが溜まってきて、あ、しんどいなとか、助けてほしいなっていう欲求が湧いてきた時に、例えばじゃあ、旦那さんが寝てるとかね、風邪ひいたとかね、仕事が遅くなりそうだとかね、休日にゴルフとか飲みに行くとか、なんか例えばそういう行動を取った時に、心の中でね、なんてひどいやつだったみたいな、なんで私がこんなにしんどいのに見てくれないの、ね、そっちから出てきてくれてもいいじゃないっていう、そういうこう、不満が湧き起こりますと。で、そこだけ切り取ってみると、まあ確かにね、旦那さんの側にも、まあ夫婦どっちにもね、成長する課題っていうのはあると思うので、まあ課題があるかもしれないけど、一旦ちょっとそこ置いといて、いろんなご相談聞いてる中で、実はそういう現実の元を辿っていくと、自分自身が助けてほしい、あなた自身が助けてほしいって、もう思ってもいい場面、本当に思ってもいい場面で、僕が話聞いててもね、もうこれしんどいだろうなとか、誰か助けてもらった方が楽になれるだろうなって思うような、もう本当に辛い中で皆さん一生懸命頑張ってる中で、この出てきた弱音とかね、甘えたい気持ちとかね、助けてほしい気持ちとかね、そういう気持ちに対して実は無意識に普段からもっと我慢しないといけないとか、旦那に迷惑かけられないわとかね、こんなこと言ったら迷惑になるんじゃないかな、思いめんどくさいとか思われるんじゃないかなとか、なんかいろんなね、自分に対してこの正論、まあジャッジをですね、してることが多くて、でそれに気づかなくて、で、それを自分が、本当は自分が自分を一番追い詰めちゃって否定しちゃってるんだけど、それに気がつけなくって、無意識に投影が起きて、周りから我慢させられてるように感じるっていうことが起きるんですよね。でこれ別にその方が悪いというわけじゃなくって、心ってそういう風になっているということですね。夫婦お互いにこれをやり合うこともすごくよく僕は見てきているので、どっちが悪いんだとかね、いうことじゃなくて、で、結局夫は問題なくて妻だけが変わればいいんでしょうとか、そういうことではなくて、その一番多いご相談の中で苦しみの元になっているのが自分の感情を正論でぐっと抑え込んでしまうと。で、それがすごく苦しい自分の内側での戦いなんだけれども、そのもう一方の意見を他の人に投影して、他の人も私をひどい扱いをしている、我慢してくる。本当は自分が我慢してるんだけど、我慢してくるように、まあ、感じてしまって、で、その我慢を強いてくる他人との戦いになってしまって、夫婦関係がこじれるっていう問題がすごくよくあるんですよね。
で、これっていうのは、実は、このちっちゃい頃からね、自分のこの欲求とか願望とかニーズっていうのを親に言った時、親に表現した時に、同じようにこう抑え込まれてきた人が多くて、そうすると、親に適応するために、親に見捨てられないために、まあ親にいい子ねってこう、笑ってもらえるために、そっち向けの自分を作って生きてきたと。で、本当の自分のもう一歩の気持ちは、ある意味見捨てざるを得なかった人に多いので、あなたが、その人が悪いわけじゃない。でも、どっかでこの生き方に無理が出てきた時にね、僕よく言うんですけど、この自己防衛のために、生き延びるために身につけたものは、この役立ってる面があるし、その人の元々の性格的な長所の反映でもあることも多いんですけど、まあ、例えば頑張り屋さんで、ね、我慢強くって、自立心があって、とか、なんかそういうね、しっかり者で、とか、よく気が利いてとか、優しくって、世話焼きでとか、そういういいところはあるけれども、もう一方で、どっかで不協和音が起きてくるんですよね。どっかでこう自分の心と体がついてこなくなる。頭で分かっててもついてこないということが起きてくるんですよね。だからつまり、本当の自分で生き直すために、心と体が悲鳴を上げてくれてる。それが、子供に辛く当たっちゃったり、パートナーに辛く当たってしまう方たちによく起きてることなんですよね。なので今日これをね、皆さんにぜひ、多くの方に知っていただきたくて、この動画を撮ってみました。でね、やっぱり次のステップとしては、まず一つ目は、外側で起きている夫婦喧嘩とか、子供との問題っていうのは、実は自分が自分にやっている自分責めとかダメ出しの反映であることが多いですよと。そして次は、自分がどんな言葉で日頃、どんな価値観やマイルールで自分を縛っちゃって我慢を強いてきたのか、そうせざるを得なかった背景がね、あったのかということを理解して、で、それによって抑圧されてきた自分の本当の気持ち、助けてほしいとか甘えたいとかね、弱いとこ見せたいとか、いつもしっかりしてるのはしんどいよとか、お母さんだって時々休みたいよとか、旦那ばっかり飲みに歩いてると私だって、みたいな。例えばそういう当然の欲求、願望、感情に気づいて、それをある程度満たしていくっていうことが大事だし、満たせるか、満たせないかに関わらず、そういう感情があるんだね、という承認ですね。感情の承認っていうのは、周りの環境で、どれだけその自分の気持ちとか願いが叶うか叶わないかじゃないんですよね。それが叶わなくても叶っても、そうしたいよね、そうして欲しかったよねっていう気持ちがそこにあるんだっていうふうに、居場所を整えてあげる、作ってあげるっていう、これが承認なので、これがあるかないかで、実は感情コントロールができる人でない、できない人でね、パッと分かれるんですよね。だからよく心理療法の世界では、感情、受容してもらえた感情は、行動にパッと出たりすることはかなり減っていくと言われてるんですね。その代わり、受け入れてもらえなかった感情は、アクティングアウト、行動化って言って、行動に化ける。なので、本人が受け入れていない、例えば怒りの感情は、叫び声とか、怒鳴り声とか、物に当たるとか、人にパンチするとか、キックするとか、叩いてしまうとか、そういう形で行動に出てしまうんだと。それはその人がその怒りを受け入れてるからではなくて、むしろ受け入れられないからこそ、感情がバッと行動に化けて出てるんだっていう、そういう理解が必要なんですよね。はい。ちょっと熱く語ってきましたけれども、ぜひね、多くのお母さん方に、日頃のね、一生懸命頑張ってる中で溜まったストレスで、それによって生まれてるね、感情に丁寧に目を向けてあげてほしいなと。そしてもう自分のことをね、これ以上追い詰めずに、責め立てずに、自分に優しく、ね、ちょっぴりわがままにね、自由に生きるきっかけになればいいなと思ってこの動画を撮りました。僕もね、お父さんとして普段ね、パートナーと一緒に子育てしてるんですけど、やっぱその中で出てきた欲求を僕もね、時々こう我慢しちゃってね、あ、これしんどくなってるなって思ったりすることがあって、その時に内省すると、あ、意外とこう、言わんでもええことまで自分に言ってるなって思うことあるんですよね。だから、人に優しい人って実は自分にはすごく厳しかったりするので、この逆転ですね。自分に優しくすることで、人にも優しくする余裕が出る。自分の怒りの感情やその下にある欲求に優しくすることで、その感情が暴れ出さないようになるっていうね、そういう道があるんだよっていうことを皆さんに知っていただければと思いました。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から公式 LINE や無料メルマガへご登録いただけますので、ぜひそちらもご覧ください。